1999年、世紀末を超えて、地球から宇宙へ新たな時代がやってくる。その時、歴史の中に埋め込まれた何かが目を覚ます。それが、ターン A。迫り来る21世紀をどう生きていくのか、そのヒントが隠されているのかもしれない。TurnAGundam。時が未来に進むと、誰が決めたんだ。楽に動けす命が、歴史を書き直す。物語のキーワード、黒歴史。黒歴史とは、約2000年前、地球が誕生してから現在に至るまでを語ったといわれる謎に満ちた伝説。そのページをめくりながら、封印された黒い謎を紐解いてみよう。第一章、モビルスーツ。その時、僕たちムーンレースはある使命を持って月から地球に降り立った。みんな、地球ってとってもいいところだぞ。早く戻ってこい。地球はとてもいいところだ。みんな、早く戻ってこい。ロランセアク、ハイム家の兄弟と出会い、そこに住み込みで働いている。地球の連中って、なんで見上げるばっかりで見下ろさないんだろう。地面から離れたくないからだろ。ねえ、帰還が始まったら二人はどうするの？僕は帰還者として登録したくないな。俺だってパン屋の修行を続けて、みんなにうまいものを食わせてやるよ。私はここの新聞社の記者になってみせる。ロランと一緒に地球へやってきたパン屋見習いのキース・レジェと新聞記者のフランドール。ハイム家のお嬢さんがミリシャのパイロットになろうだなんて特別すぎるよ。家のことならお姉様に任せる。私はお役人や商売人の奥さんなんてごめんだもの。ソシエ・ハイム、ハイム家の次女で飛行機を操縦する活発な女の子。大学の方はどうなの？始まらないからわからないけど、どうせ知ってることしか教えてくれないんだから社会に出たいな。まあ何を言うのかしら、この子ったら。代わり映えのしない学問をするよりは、実社会で学ぶべき時代になったと存じます。キエル・ハイム、ハイム家の長女で月の女王ディアナ様にそっくりの理想のお嬢様。本当に戦争は始まるので？噂ですよ。しかしこれを利用して工業化社会を作りたいというのが私の狙いです。さすが御曹司、ご両親の後継ぎながら時代の産業を起こそうとは。年寄りが政治と外交をやっていればそうするしかないでしょう。グエン・ラインフォード、イングレッサ領の領主の御曹司で産業革命を起こそうとする革命児。ビシニティの成人式の日。では選ばれた一組が代表としてホワイトドールの前で聖冠を授け合います。私と共に行くのはどなた？ボストニア城の無線室ではある異変を観測していた。そうです、ムーンレースが届けてくれました。月に住む人という意味の種族がいるんですか？そう語る連中が入植したいというのでミリシャを増強したのです。イングレッサだけではない、北アメリア大陸のサンベルト地帯をよこせというのです。それが月にでも住んでいる宇宙人の要求なのです。僕はソシアお嬢さんと二人、アークさんに立つホワイトドールという石像の前で聖なるあざをつけるの。これしないと大人になれないの？成人式の儀式を始めていたんだけれど。ん？何？あれは火事の色だよ。本当？火事の色？ノックスの方なのは間違いないよ。かなり大きい。ムーンレースの機関部隊はノックスの町に攻撃をかけてきた。なんだ？こいつら正気なのか？なんて不愉快な連中だ。走ってますよ。だけどあれ機械に見えるぞ。イングレッサの軍隊が応戦したけれど、野蛮人がふざけるんじゃない。
モビルスーツウォドムのパイロットポーチュイにノックスの町を破壊されてしまった。その時ホワイトドールの石像が崩れて中から機械人形が現れたんだ。何が起こったの？知らないよ。ホワイトドールめちゃめちゃになってしまったなんて。何あれ？あれ座席ですよ。絶対に運転席ですよ。これメットもあるんだ。パネルはだいぶ違うけど。ホワイトドールに機械人形が入っていたの？入っていたんですよね。これはモビルスーツだ。なんでモビルスーツが遺跡みたいになってるんだ？ソシエしゃがんで。撃った。勝手に動いてる。止められない。止めて。どうやって？急にモビルスーツなどないはずだぞ。その後グエン様のお城で月と地球の交渉が行われた。ディアナカウンターにお分かりいただきたいのは、無線で交渉した2年余りはなかったことにしていただきたいということなのです。月に住むムーンレイスを人類と認識していなかったということですか？我々はムーンレイスほどの学問も知識もなかったと申しているのです。蛮族には蛮族のやり方に合わせろと。残念ながらそういう言い方を認めざるを得ませんな。ハリーオード、月の女王ディアナソレブの親衛隊長。そのハリーさんがモビルスーツ相撲で護衛する中、ディアナカウンターの機関ソレイユがノックスの空港に着陸した。ディアナ様が地球へ降りてこられたのだ。ディアナ・ソレルです。グエン・サード・ライフォード殿でありましょうか？はい。ディアナ・ソレル閣下で。よしなに。ディアナ・ソレル、ムーンレースの女王様。ディアナ・カウンターを組織して地球への帰還を指揮してきた。ロラン・セアク、西暦2328年11月2日生まれ、メイザム地区出身。同中学卒業時にフラット2番で地球降下。2年間の検体の任務ご苦労。君の肉体精神は極めて健やかであった。ビシニティではモビルスーツの噂は聞いたことはないんです。ですが夏至の日の成人式の夜、ウォドムがマウンテンサイクルに砲撃をしました。その直後にホワイトドールの石像が崩れてモビルスーツが出てきたといいます。黒歴史のことは聞いたことがないのかね。神々の話とか言われてるやつだ。絵本に書いてあるような話でしょ。でもシドという山氏は黒歴史を証明できる宇宙兵器を掘り出せると言っていました。ミリシャのためにあちこちで山を掘り返している老人です。グエン・ラインフォードの命令で発掘作業をしているんです。最初に出てきたのがこのヒゲのモビルスーツガンダム。なぜホワイトドールの石像に眠っていたのか、またなぜディアナカウンターの帰還作戦と共に起き上がったのか、よくわからないようなのだ。ヒゲのマニュアルブックなのか。黒歴史に電気の本とかいうのがあったが、そういうものでしょうね。身長がだいたい20メートルの機体の中には計り知れない性能が秘められている。ターン A ガンダムスペック1、コックピット。乗り降りの時はクレーンが動くようになっている。操縦は本来 VR メットを装着して、前面の透明キャノピーのモニターを見ながらフットペダルとコントロールアームで行う。 WAD スペック2、胸部。クレーンで平らな胸部は武器庫になっている。胸の十字がフレームとしての強度を保っている。スペック3、腕部。腕の動きでポップアップさせたビームサイベルは
レーザーメスのようにどんなものでも切り裂くことができる。スペック4、脚部。落ちるもんか。足の裏は前後に大きく開くことができて、どのような姿勢もホールドすることができる。僕はムーンレースだ。だけど今は地球側に立って、ターン A ガンダムを操縦して、月から来た様々なモビルスーツと戦っている。ゴドム VS ガンダム。やってしまった。上。あ、地球は戦争するところじゃないでしょう。なんだ。お、なんとかせ。状況不明。スモー VS ガンダム。他にもこんなモビルスーツが。ロランたちが月から地球へ降下したとき使用したフラットと、ミリシャがディアナカウンターと対抗するため発掘したカプルだ。そして最近発掘されたのがこのモビルスーツ。見覚えのある人もいるかもしれないけれど、ファーストガンダムにも出ていたザクを思わせるボルジャーノンだ。次々と発掘されるモビルスーツたち。なぜこんなに大量の機体が埋められていたのか、それはまだ闇の中だ。